君一体何者なの？俺は誰もが失っていく思い出を掘り起こし売り買いすること、それが僕の商売だった。実はあったんだ、夢の中で。人生の最後に何が書きたいのか覚えとけ。700万円、この世界じゃ騙されるやつが悪いんだ。お勉強はここまでだ、あとは自分で這い上がれ。何者にもなれなかった男の人生が今終わろうとしている。君もその目で闇を見つめてごらん。いいじゃん、とことん落ちていきなよ。あんたこそ欲望丸出しのガキそのものじゃないか。そんなにくせえこと言ってんじゃねえぞガキは。じゃあな、忘れてくれ、この匂いもぬくもりも。言ったろ、笑ってろ。あれは夢なんかじゃなかった。なんだよそれ、そんなの覚えてない。